ルノー9はフランスの自動車製造会社ルノーが1981年から1989年の間に生産した乗用車である。北米向けはアメリカンモーターズにより1983年から1987年にかけて生産された。その他スペイン、台湾、コロンビア、アルゼンチン、トルコ、メキシコでも生産された。ルノー14の後継として 1981年のフランクフルトモーターショーでデビュー。5ドアハッチバックのみだった14とは打って変わり、4ドアセダンボディのみで登場。この変更は北米市場で売るための戦略だったと言われる。ハッチバックボディの兄弟車ルノー11は1年と少し遅れて1983年の初頭に登場した。同年から北米アメリカンモーターズでも ルノー・アライアンスとして、ライセンス生産を開始。本国仕様には存在しないニドアセダンや、コンバーチブルも用意され、さらには、ステーションワゴンの計画もあったそうだが、これは実現しなかった。ルノー9は、1982年のヨーロッパカー・オブ・ザ・イヤーを受賞。北米ではアライアンスが1983年カー、アンドドドライバー10ベストとモーター・トレンドカー・オブ・ザ、 いやーに輝いている。外観はデビュー当初は角型二等式のヘッドランプで1985年のマイナーチェンジで11と同じ角型四等式に変更。さらに1986年のマイナーチェンジで若干スランとした横長の角型ランプに変更された。フランスでの球の生産は1989年まで行われた。 前年の1988年にデビューした、ルノー19が後を継いだ。9はその後も、国外では継続生産され、トルコでは2000年まで生産されていた。デビュー時のエンジンは、ルノーごと共通の旧式、C タイプオフの 1.1L と 1.4L を横置きに改良して搭載。1983年1月には、新開発の 1.6L、 サイチェシーディーゼルを追加。1985年には、前年すでに11に搭載されていたターボを追加。旧ターボと11ターボは、ルノー5アルピーヌターボと共通の1.4、エルギャレット製、ターボインタークーラー付きだが、105PS に若干、リチューンされていた。なお、これをベースに作られたグレーン、A のラリーカーは、約220ビット HP を発揮していた。 同じ1985年には、ボルボと共同開発した新しいサイチェシーの F、タイプ 1.7L エンジンが登場。上級グレードの GTX、GTE、TOX とエレクトロニクに搭載された。1986年、1.1L が 1237cc に換装されたほか、ターボが 115PS に出力アップしている。前輪駆動のエンジンは横置きに搭載。 ルノーにおいて、横置き方式の採用は14に次ぐものであったが、14のプジョー式とは異なり、エンジンとトランスミッションを横一列に配置する、ジ夜交差方式を初めて採用した。トランスミッションは、ジ夜交差方式用に新設計され、4MT、5MT のほか、18用の 3AT も設定された。サスペンションはフロントが、マクファーソンストラット。 リアは横置きトーションバーを用いたトレーディングアームであるが構造を改良。同様のシステムを持つルノー4、5、14のような左右ホイールベースの違いはなくなっている。ありがとうございます。